どうも、陣内智則です。今回のネタは監視カメラということで、これも1回しかやったことないんだよね。多分知らない人たくさんいると思います。まあ幻のネタというような感じで、ただね、このね、ネタの入りがね、誰や俺の玄関の前に犬のうんこ置いたやつはっていう、またうんこやねんな。うんこから始まる物語です。犬のうんこを玄関に誰かが置いてるっていうとこから監視カメラで見てみよう、犯人捕まえたるっていうネタなんですけどね、振り返ったらね、オウムでもね、僕はうんこを漏らしましたって言ってるし、まあ、セミはね、うんこじゃないけどおしっことかね、ノートでも今回はカットしてるけど家に入っていくやつで家開けたらうんこすなとかね。うんこが多すぎる。僕のネタのトレンドワードランキングはうんこすな。そうです、うんこすなですね。1位うんこすなやな。あ、サザエさんも多いよ。サザエさんも多いです、ね、前コメント来てました、はい、確かにサザエさん好きかも。ということで今回はね、意外と幻的なネタやと思います。なかなか撮影が大変やったんです。これワンちゃんを使う撮影とか、もうちゃんとしたタイミングで出して履けてとかっていう、これなかなか大変やったんですけども、監視カメラではご覧ください。誰やほんま、腹立つわ。毎日毎日人の家の玄関の前で犬の糞置いてるやつ腹立つわ。今日も置いてやったな、犬の糞。こんな悪質ないたずらほんま腹立つわ。まあでもええか、今日はな、家の前に監視カメラ置いたからな、これで犯人見つけて警察通報したろ。今日もおるやろ、犯人が犬の糞置いたやつ。よっしゃ、ちょっと再生や、監視カメラ。あ、映ってる。これで絶対捕まえたんねん。ああ、誰もおらへんな。ちょっと早送りしてみよう。いや、前に死んの。ああ、誰か来た。来い。あ、おじいちゃんか。おじいちゃん大丈夫か。早送りしよう。今絶対捕まえたるからね。前に前に死んの日も置いて。え、おじい遅。おじい遅。いや、花咲いた。花咲いたよ。花咲くてよっぽどやで、これ。おじい歩くの遅。はよ行って。おじい、いや、花枯れた。いや、家帰るの何日かかってんの、おじい。いや、めちゃめちゃ遅いな、このおじい。いや、はよ行って、もう。犯人捕まえて、ようやく行ったな。何や、これ。石焼き芋か。あ、早っ。早い、石焼き芋。おじいあんな遅かったのに、石焼き芋めちゃめちゃ早いな。早送りしてないぞ今俺。売る気ないやろあのおっさん。あかん、ちゃんと見といこう。あー、子供来た。こいつか、犬の。いや、ピンポンダッシュすな、ピンポンダッシュすな、ガキ。ほんま、また来たな、こいつらが犬の糞置いていくのは。いや、クソガキ、ピンポンダッシュばっかりしやがんな、クソガキ。ほんま、これ絶対見とかなあかん。パンはパンでも食べられない、パンはなんだ。あ、謎謎か。フライパン。いや、正解音に使うな。人の玄関のチャイム正解音に使うな。早送りしようかな。ねえ、誰や。ん、来た。あ、こいつか、犬の糞すんな。いや、お前もかい。ピンポンダッシュ流行ってんの。犬までしてたピンポンダッシュ、めっちゃ偉いな、あの犬。あれ、うわ、こいつやな。うわ、怪しいやつ来てる。こいつか、犬の糞。めっちゃチャイム押すやんけ。こいや、米助さん来てた。いや、隣の晩ご飯で米助さん来てた。うわ、来る、おるもん、テレビの。うわ、家おったよかった。米助さんに会えてた。うわ、家おったよかったな。もう、うわ、うわ、かわいい犬来たな。あ、散歩か。うわ、めっちゃ服着てるやん、この犬。かわいいな。おっさん服着ろ。おっさん服着ろ、通報されんぞ、こんなん。変なおっさん散歩してる。怖ぁ、この地域。絶対捕まえたら変な奴ばっかりおるな。ん、え、こいつらか。え、何話って。うん、カップル。実はね、好きな人ができたの。え、何言ってんだよ、お前。たかしくんなら私よりもっと素敵な彼女ができるはずよ。別れ話か。ごめんなさい、さよなら。あ、かわいそうに振られちゃったね。
なんでカラオケやねん。カラオケの映像になってるやねん。どういうこと。なんでこの鑑識やロケ地玄関前になってるやねん。勝手にすな、勝手にロケをすな玄関前で。なんでカラオケの映像になってんねや。意味わからんわ。もう早送りやこんな。絶対捕まえたろ。いた。うわめっちゃ怪しいやつ。たこいつやな。完全な犯人こいつやな。わかったぞ。え、入ってきた。窓割ってる。え、家に空き巣入って、家に来た。え、こんなことなってたの俺がおらん間に。え、犬も入ってる。ちょっと待って、空き巣入ったやんか。あれ、あ、犬が退治してくれてる。うわ、警察捕まった。うわ、この犬のおかげや。うわ、ありがとう。この犬、お前のおかげで。お前、いや、うんこすな。